ちは。こんにちは。タミヤのボディのパーツをなくしちゃったんで、タミヤカスタマーに電話をしてみたいと思います。タミヤカスタマーに電話するの久しぶりです。電話番号はホームページに載ってます。早速電話をしてみました。CC、ネイチシャーシの。あ、RC ですね。ヘッドライトのパーツで。ヘッドライトのパーツのを。マニュアルはお持ちでしょうか。ヘッドライトのパーツのを。マニア。K3 です。K パーツですね。K パーツです。CC の01Gプランク柄で間違いないですか？ジープの。そっそうです。YA のです。あれ？これ在庫ないな。お。お。これ、次のロットで入ってくるよ。1ヶ月ほど待っててくださいね。はい。A month later. はい、チープです。本日はヘッドライトがなくなりました。ここも壊れてます。ウェイトも外れてるし。バンパーの後ろはシューで補強してます。ここは折れてるところをビニテで補強です。タミヤ、紙カスタマーですね。合計880円ですが、これは高いとは思いません。交通費とかね、駐車場代考えると安いなと思います。でも、実際はね、実在店舗が好きなんで、お店に訪れることが多いです。ピカピカっすね。ピッカピカ。
昔はこの箱に銀テープ貼って、長持ちとか工具箱にしていました。燃えます。